youtube ごめんなさいね猫アレルギーなんでねあの花がねどうしようもなくなっちゃうんですけど昨夜三島市からいきなり LINE が来まして「ぶっちゃけあなたとは YouTube のライブでだけ話す気ないので LINE 電話とかやめてもらえますか脅迫したら警察に言うまでですよ」といきなりこんなもう失礼な。 ラインが来たんですよ。まあいいですけど、まあ、あんな人だと思ってたんでで僕は「わらわら」って返しただけなんですよで何もしなかったらしばらくしてこんなことが入ってきました「もうあなたの番組には出ません脅迫しますか」「ちんぷんかんぷんですもう何も言ってないのに昼間普通に話して10時から番組やるっていう話で終わってお別れしていきなりこれです」で、僕は,は 大丈夫ですかつってわらわら被害妄想さようならって入れたのに今度はこうです。なぜ堀江さんを攻撃したんですかあなたには関係ない話なのに。ってね何にも見ないでこういうことを言う人と付き合ってたんだな僕は。で僕ね今日はね皆様にねこれをお届けしたいんですよ。「グリフィンの祈りクレド」って言うんですけど大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと紙に求めたのに。 謙虚ささをを学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのにより良きことをするようにと病気を賜った幸せになろうと富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに得意にならないようにと失敗を授かった 求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い,い表せない祈りはすべて叶えられた。そんな気分でございます、私は。三島さん、さよなら。二度と近づいてこないでください。さよなら。